昨日から行われている IPM 国際参加者会議、万博に参加するおよそ160の国と地域などが出席しています。一方、各国の担当者からはパビリオンの運営方法や建設スケジュールなどについて不安な声が上がっています。 No, we did not. Because we need to communicate with our team to see whether we can hire the services of the interior design.関係者によりますと、スロバキアは開幕までに準備が間に合わない可能性があることから、独自で建設するタイプ A パビリオンでの参加断念を検討しているということです。代替案として、協会が用意した建物を複数国で利用するタイプ C を提案されたものの、大きさが不十分だとしてタイプウッドへの移行を視野に検討しているということです。タイプウッドは大阪府木材連合会が提案している開幕までの完成を可能とするパッケージプランですが、連合会はこれまで参加国から正式な依頼を受けていないということです。またインドとイランも自国でパビリオンを建てることを断念し、簡易型のタイプ X への移行を検討しているといいます。さらに、建設業者が決まっても協会が各国に求める10月までの建物完成に遅れが出ると不安視する国も。埋め立て地ですので、地盤がやっぱ弱いです。その上でこういった普通みたいにダーッと雨が降っちゃうと、水たまりがなかなか引かないような状況で、それをポンプで引き上げながら工事するということはどうしても起こってますね。今でもできる限り大きな重機を伴うものは10月末ぐらいまでに終えるように努力はしますけども、一応イレギュラー的にその部分的にそういう大きな重機を伴うような工事も出てくるかと思います。課題山積の万博、来年4月の開幕に向けてギリギリの作業が続きます。